家族と一緒に買い物に行くこと。家族で行くとレジャー感覚になって余計な出費が増えるっていうネット記事を見たけど、まさにその通りだわ。夫や子供がこれ買っていい、ジュース飲みたいって言い出すから、予定にないものまでカゴに入れちゃう。買い物に行くときはスマホに買い物リストを作っておいて、本当に必要なものだけをさっと買ってさっと帰るのが一番節約になる。でも子供が好きなお菓子を選んでる姿も可愛いんだよね。家に買い置きしてある親が選んだおやつしか食べられないっていうのもつまらないかなって思っちゃう。我が家では1週間のおやつ代の上限を決めてる。週末一緒にスーパーに行った時に500円渡して、好きなものを選んでもらって足りない分はお小遣いで買ってねって言うと、兄弟で相談しながら一生懸命選んでるよ。コンビニに行くこと。コンビニってスーパーやドラッグストアより割高なことが多いよね。夫が独身時代コンビニばかり使ってたんだけど、結婚後にスーパーを使うようにしたら、これだけでもめちゃくちゃ節約になるねってびっくりしてた。節約生活が長くなるとコンビニに行っても何も買う気が起きなくなるよ。この前久しぶりにコンビニに行ったけど、スーパーに慣れちゃってるからアイス高い、お弁当小さいって思って、結局何も買わずに出てきた。コンビニ商品の無料引き換え券が手に入った時は遠慮なくもらいに行く。アプリや SNS のキャンペーンとかで結構当たるんだよね。今まではそれだけのために行くなんて抵抗があったけど、コンビニ店員のガルちゃんみんが、そんな人たくさんいるから気にしなくていいよってコメントしてるのを見て、普通に行くようになった。料理の時にお肉をたくさん使うこと。我が家では厚揚げに豚バラ肉を巻いて焼いたら焼肉のタレで味付けするのが人気メニュー。お肉はちょっとしか使わないのにボリュームがあって、食べ盛りの子もちゃんと満足させられるよ。美味しいよね。うちでは豚バラじゃなくて豚こまを使って作るけど、これも噛み応えが出ていいよ。しめじとこんにゃくを一緒に炒めるのもかさ増しになるからおすすめ。豆苗は1回で捨てちゃダメだよ。再生栽培できるからうちでは3回収穫してる。3回も。うちは絶対に2回までしか再生しないわ。水を変える時に根っこの部分を流水でよく洗うといいよ。栗原はるみさんが言ってたから実践してみたんだけど、本当に元気にぐんぐん育つ。大根の葉っぱを捨てるのもダメ。うちでは葉っぱもお味噌汁の具にしてる。ちりめんじゃこと一緒にごま油で炒めればご飯のお供に最適だよ。5人家族だけどこれで2食はいける。チャーハンに入れても美味しいよね。皮は千切りにしてきんぴらにしよう。なんとなく面倒だからっていう理由で外食をしない。ショッピングモールに行ったらフードコートに寄ってお昼を食べるのが習慣になってたけど、家族で行くと4000円くらい使うんだよね。フードコートってお金がかかる割に超美味しいってわけじゃないから満足度が低い。外食は月1回美味しいお店を選んでいくって決めたら節約になるし満足度も上がったよ。めちゃくちゃわかる。もうショッピングモールに行くときはお昼を家で食べてからって決めたんだけど、そうしたら余計な外食をしなくて済むようになった。家に冷凍のパスタとかインスタントのスープとか簡単に作れるものを常備してる。こういうのがあると疲れて帰ってもすぐにご飯を用意できるから、どこかで食べて帰ろうかっていうのを減らせてかなり節約になる。音楽のサブスクをやめた。初月無料キャンペーンにつられて契約したけど、私は料理中やパソコン作業中に何でもいいから音楽を流しておきたいっていう感じだから、 YouTube で適当に再生するだけで十分だった。音楽は Spotify っていう配信サービスで聴いてる。無料プランだから CM が入るし、好きな曲だけを再生することはできないけど、ウォーキングやジョギングの時にめちゃくちゃお世話になってる。私もこれ。シンプルで使いやすいし、もう手放せないわ。暇つぶしに通販サイトを見ること。眠れない時になんとなくAmazonや楽天市場を見て回ってたんだけど、そうすると物欲が止まらなくなる。欲しいものがある時だけ検索した方がいいね。あなたへのおすすめなんて本当に興味のあるものばかり出てくるから永遠に見ていられるし、タイムセールとか残りわずかとか書かれると
ついポチっちゃうんだよね。それで後悔することも多い。私はファッション通販サイトのZOZOタウンが好きだったけど、ネットで服を買うと失敗することが多くない？色やサイズが思ってたのと違ったってなって、結局一度も着ることなくタンスの肥やしになる。私の場合、これが一番の無駄遣いだったから、もうネットで服は買わないって誓ってる。節約のために新品にこだわるのをやめた。料理本や参考書なんかは中古でも十分使えるものがたくさんあるから、本屋さんに行く前にまずはブックオフを見に行く。掘り出し物が見つかるとすごく嬉しいよ。子供服はフリマアプリで買うことが多い。すぐに汚れるしサイズアウトして着られなくなるから、新品なんてもったいない。この間の入園式の服もすごく状態がいいものを安く買えてありがたかった。ポイントカードをたくさん持つこと。いろんなお店のを持ってた時はポイントがつくからお得とか、ポイント失効したらもったいないとか考えてポイントのために買い物をしてた。それで節約しているような気になってたけど、ポイント目当てで必要ないものを買うなんて究極の無駄遣いだと気づいた。うちはクレジットカードが楽天だから、楽天ポイントだけを貯めることにして、他は全部処分した。解約続きで以前に比べたら貯まりにくくなったけど、少しずつでも貯まると嬉しい。うちはスマホも楽天モバイルだから、スマホ代を全部楽天ポイントで払ってる。固定費はなるべく節約していきたいから、結構ありがたい。不健康な生活をすること。いくら節約になるからって冷暖房を節約しすぎたり、もやしばっかり食べてたらダメ。それで体調を崩したら元も子もないから、野菜とタンパク質をしっかりとって、たまに運動して、とにかく病院のお世話にならないように生活してる。早く寝るのが節約にも健康にも一番いいよ。無駄に夜更かししてるとお腹が空いて何か食べたくなるし、電気代もかかる。太って21時以降に起きてると浪費しやすいんだって。確かに深夜の通販番組でいらないものを買ってしまったことが何度かある。毎日の晩酌をやめた。特別お酒が好きっていうわけでもないのに、なんとなく毎晩飲むのが習慣になっちゃってたから、とりあえず家にお酒の買い置きをしないようにした。わざわざ買いに行くのも面倒で自然に飲まなくなったよ。それは節約にもダイエットにもいいね。私も見習おう。大きなプラスチックゴミをそのままゴミ袋に入れること。うちではハサミで小さく切ってからゴミ袋に入れてる。切るのが難しい容器は中に小さなゴミをたくさん詰めて捨てる。これだけで袋が大幅に節約できるよ。月に4回収集費があるけど、出すのは月に1回だけになった。私も食品トレイや紙パックなんかはなるべくスーパーのリサイクルに持っていってる。ゴミ袋代もバカにならないよね。ペットボトルの飲み物を買うのをやめた。どこに行くにもマイボトルを持ち歩くし、お茶も自分で作ってる。ペットボトルのゴミも出ないからすごくいいよ。お茶はもちろん、コーヒーも自分でドリップして入れてる。節約のために始めたけど、ゆっくりお湯を注いで、部屋にコーヒーのいい匂いが充満してくるとなんか癒されるんだよね。美容院に行くこと。 YouTube でセルフカットの動画を見ながら自分で切ってる。長ささえ揃っていれば、コテで巻いたり結んだりして意外とごまかせるよ。すごい器用だね。さすがにカットは美容院でやってもらってるけど、節約のためにカラーはやめた。黒髪なんて何十年ぶりって感じだけど、髪が傷まないし周りにも好評だからやめてよかった。私も美容師さんとおしゃべりするのが苦手だから、シャンプーもやめてカットのみっていうメニューにしてるけど、お金も時間も節約になって嬉しい。とりあえず白髪が目立つようになるまでは黒髪で行くつもり。ネイルに通うのをやめた。ネイルなしの爪なんてありえないって思ってたけど、やめたらすごくすっきりしたし、月に1万円くらい節約できてる。私もやめなきゃって思ってるんだけど、すごく気の合うネイリストさんに出会っちゃって、その人とおしゃべりするのが月に一度の楽しみになってるからやめられない。こんなこと言ってちゃダメなんだけどさ、トークでお客を話さないネイリストってすごいね。楽しい時間って望んでも変えるわけじゃないし、そんなに楽しいなら無理してやめなくていいと思うよ。ネイル以外を見直して他で節約すれば大丈夫。
お金のかかる趣味を持つこと。節約が趣味って言えれば一番いいんだけど、とりあえず今の趣味は図書館で借りた本を読むことと YouTube を見ながらヨガや筋トレをすることかな。私の趣味は家庭菜園。去年ダイソーでレタスミックスの種と小松菜の種を買ってきて、同じくダイソーのプランターで育ててみたら大成功。頑張らないと消費できないくらい大量に収穫できたから、種から育てる楽しさにすっかりハマっちゃった。今年もダイソーで種をたくさん買い足したよ。ダイソーの種って種類も豊富だし、めちゃくちゃコスパがいいと思う。うちはアスパラを育ててるけど、今の時期は毎日10本くらい収穫できるから、スーパーで買わなくても済んでるよ。家から遠く離れた場所でアルバイトやパートをすること。私は絶対に自転車で10分以内のところで探すようにしてる。通勤に30分も1時間もかけるくらいなら、その分働いて時給をもらいたいよね。主婦にとって朝の30分と夕方の30分は貴重だし、もし今パートを探している人がいたら、スーパーで働くのがおすすめ。従業員割引があるから食費の節約になるよ。友達をたくさん持つこと。会うたびにマウントしてきたり利用されてるって感じるような友達とは、思い切って距離を置いて気の合う友達とだけ遊ぶようにしたら、交際費がかなり減った。こういうのって本当に大切だと思う。交際費はもちろん、時間も節約できるし、ストレスも減るし、いいことだらけ。私は友達がほとんどいないから交際費はかからないけど、たまに誰かに悩みを相談したくなって、プロのカウンセラーさんに話を聞いてもらってる。結局人にお金がかかるんだよね。そういう時こそガルちゃんで相談だよ。変なコメントもあるけど、親身になって話を聞いてくれる人もいるよ。節約を意識しすぎないのも大事。ストレスが溜まって反動で爆買いとかしちゃうから、たまには一人カラオケに行くとか、美味しいものを食べるとかして気分転換するように心がけてる。超同意。外出しないのが一番の節約になるっていうのはわかるけど、ずっと家に閉じこもってるとだんだん気持ちが沈んでくるから、たまのストレス発散は大事だと思う。家具や家電を買うとき、適当に安物を選ぶこと。安かろう悪かろうって言葉があるけど、安いものは壊れやすかったり、アフターサービスがそれなりだったりで逆に高くつく場合がある。私もこれは意識してる。節約を意識しすぎると惨めな気持ちになるから、たまにしか買わないものや長く使う予定のものは高くてもしっかり吟味して気に入ったものを買うべきだと思う。一生お金たまらんから今すぐやめろってことを紹介しましたが、どうでしたか？あなたの一生お金たまらんから今すぐやめろってこともぜひお聞かせください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。